それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴースムーズだ。すぐ壊れそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついてくるのはなぜか。そんなもんじゃないはずだ。どっちで来た。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでる。全然離れた。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー。どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学生大学を通過して藤原が先行。差は開いてないぞ。だスタートからポジションが変わらずだ。相手のドライバーはドラトクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことが想定外だ。キューブ戦闘だったな。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ガンキラーって感じ。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさと無事にて終わらせる。俺何をしてるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだあれだ。めちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れでバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。だったったー。ラスケの前に出てるぜ。行けよ、ノブヒコ。奥の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。誰。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。
は本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力線は全長25キロと比較的短い距離、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦闘は藤原なら十分チャンスはある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。関西最速のダウンキラー、ハンキー一世を完全に抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線のロブヒコが前だって。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。行けー。なんだ、ロブヒコじゃない。どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズのツッコミをするのが気になってた。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両従業が軽い方向、しかしてレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の従業が粘着です。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を移動し粘着力を稼ぐ。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車という条件。つまり当時の保険系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもそういうことだった。アドバイス何だ。チャンスは薄楽、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9戦に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2戦に勝つ方法は一つしかない。